からどれほど出ぬのか。すでに数年になるかと思います。それほどまでにわらわをカゴの鳥としたいか。哀れな、それを願うそなたが今やカゴの鳥、書斎の亡霊ではないか。それに気づけぬとは哀れな男よ。あなた様と再びお会いする日まではおそらく文字通り亡霊となっても研究を続けられるでしょう。愛か狂気か妄衆か、それも講じれば魔力となるか。悲しき魔術師よ。ベアトリーチェ様。なんだこれは。魔除けか。あやつめ、こんなものに頼らなければ己神も保てぬというのか。その扉はベアトリーチェ様にはおつらいものと伺っております。私がお開けいたしましょうか。いや、よい。あやつが勝てばわらわは永遠のカゴの鳥、あやつが負ければ愛に狂い、すべてを失った哀れな魔術師の生涯が笑い草となって残るだけ。もはや金蔵もわらわさえもゲーム盤に並べられた駒に過ぎぬ。あとはルーレットの目が勝敗を分けるだけよ。ルーレットが目を見せるまでわらわと金蔵が再会する必要はない。あるいはそのための魔除けなのか。なるほど、それもまた潔し。すべては今や金蔵のゲーム盤の上よ。気に入ったぞ金蔵、そなたとのゲーム楽しませてもらうぞ。わらわに恋焦がれ、すべての生涯を投げ出したローマ術師の最後のギャンブル、そのチリザマを楽しませてもらうぞ。